も TQQ です。オーバーウォッチ2大パチンコヒーローといったら半蔵とジャンクラットですよね。この試合降り注ぐ弾まくりデスマラソンしてまうっていう、まあ、1回ぐらいならたまたまかなとか思うんですけど、何回も続くとこいつただものじゃないなっていう感じ、まあ、ここまで計算されてるのかもしれへん。この試合ルシオが飛び回ってジャンク玉は降り注ぐっていうストレス感じながらも楽しい試合でした。ぜひご覧ください。どういう理論で俺は弾を当たってんの。ビデオじゃない。嘘やろ。さようならウィンストン。ノーって言ってるモンキーが。いや絶対俺死んでたもん。来んな、マジ来んな、ルシオ助けて。なんかめっちゃもうピタゴラスイッチやな、そういうのは。激ロや。お、なんや。いやマジか、もうドゥーム起きちゃって。あぶねー。いったやんな。あー、あぶねー。とりあえず何とかなった。痛すぎっていうね。おお。エイム。当たんねえ。やばすぎ。ナイス、ついた。でもマジソルジャーしようかな。ソルジャーするわ。味しめたわ。え、ビート掘ったんや。危なっこれ。はい、です。ありがとう、本当に本当にルシオさん、ありがとう。
うんまこのルシオ。ありがとうございます。フォークビハイン。おー、わっ。あいやー頭かーそれ。体力がねー。あー外した。もう今当ててこそのビドメーカーやるがい。あーもう最悪。やばいやばいやば。怖い。もうこいつほんま。ボッ！おいグイって！ちょっと待って！何それ！ほんま何それ！ほほ！はあ？痛い。あーもうめっちゃ来てる。無理。もうルシオ押せ。もうマジ何が起こってるこれ。マジタッチできん、やばい。うわぁ、いいぞ。おぉー、ナイスー。ここや。うっすー。あ、出した。これが。ここ。これのせい、これのなんか、ここの角のせいで、ピンボールみたいになってるって。ここに当たった。ほんで俺んとこ来た。俺もさ、思ってて、なんかワンチャンね、こうポンポンされるんやったら、ちょっと隠れとこうかなと思ったら、その隠れるとこに来たわ。弾自体にエイムアシストついてるって。
ということで今回の動画はここまでです。この動画良かったと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあね。